グッドモーニング YouTube、新天地で、ご視聴中の皆様、今日は西新井ハートセントラルクリニック島崎先生より、COVID-19 の感染と心疾患の重症化リスクの関連です。よろしくお願いします。4月1日、皆さん、新年度始まってると思いますが、この新年度になってもですね、コロナは収束しておりませんので、今後も皆さんの仕事とかプライベートにも、やはりまだ COVID っていうのは関連してくるんじゃないかなと思いました。今回はヨーロピアンハートジャーナルから COVID 感染とその重症化に心疾患がどのように関連するかっていう、皆さんご存知のことだと思いますけれども、改めて出ていたので、そちらを読ませていただきたいと思います。結論になりますけれども、心不全のみが COVID-19 を重症、致死化させると。これはですね、大規模なコホートです。18カ国の、共同のデータベースを用いて、この心疾患があるということと、院内死亡率、その心疾患の中でのサブタイプとの、関連を評価したものになります。やはりご存知のごとく、心疾患合併患者の入院死亡率は高かったというふうに、このデータベースから見てますけれども、ただここに統計学的優位性ではなかったと。その中で院内死亡と死因に関連していたのは心不全だけであったと。特に重症心不全234で、既往がある方が関連が強かったということが示されております。他方ですね、やっぱり COVID の罹患患者でですね、入院後の重篤の心不全を合併するというのは、本当に2%もなかったよというのが、ここでも改めて分かっております。COVID-19 と心血管疾患というのは、もう皆さんよくよくご存知だと思いますけれども、一番ポピュラーなのが、肺静脈血栓、肺血栓塞栓症、さらに心筋梗塞も増やすということも分かってますし、不整脈というのも報告されています。心筋炎、心膜炎というのは、COVID の初期の頃はですね、言われていますけれども、現在はですね、冒険をするとやはりもう1%もなかったという報告から、ここは今、現在のところコントラバーシュになっていると思います。そして副次的な要因ですね、やっぱり COVID が心配だということで、受診抑制だとか、パンデミックの時には救急搬送困難患者が出ると、そういったところで、心血管疾患の、治療が遅れるということも危惧されております。で、今日のお話になりますけれども、その心不全と慢性心不全の増悪が COVID で感染も起こりますが、それがどのように、予後に関連していくかということも分かっています。ご存知だと思いますが、COVID-19 が重症化する患者では、多い報告だと、30%、中から30%に、心疾患の既往があるということが示されております。ですが、心疾患があると COVID が重症化しやすいというのは周知のごとくであります。ことからも分かっております。で、同じような報告ですけれども、心疾患があると、もちろんその人工呼吸器の装着率も上がってしまいますし、院内死亡率も上がるということも、種々報告されております。これをメタ解析やるとですね、COVID っていうのは、重症、高齢になればなるほど死亡リスクが上がって重症化すると言われておりますけれども、このメタ解析からは、すべての年齢でですね、50歳以下、ミドルエイジ、60歳以上と区切っておりますけれども、重症化、死亡と、すべての年齢層に共通するということも分かっています。これはもうアメリカからの報告ですけれども、その心不全、既往のある患者さん、心不全のデータベースから見てみると、心不全の患者さんがですね、COVID にかかると、入院死亡率が高知で、4分の1が死亡してたと。これはちょっと極端なデータベースかなとは思いますけれども、やはり心不全の既往があるとですね、それが COVID にかかると、リスクが高くなるというのは、サブタイプとしても分かってきていました。これまでの研究でですね、心血管疾患の合併と COVID 関連の死亡率の関連は評価されています。ただですね、すべての心臓病のサブタイプが一緒に分析されている方が多いということで、そのサブタイプで見ると、同様のリスクを媒介するわけではない可能性というのも示唆されています。さまざまな心臓病のサブタイプにまたがる患者において、COVID-19 の臨床経過についての理解を深めることは極めて重要であるということが本論文の、
目的になっております。これはですね、2つのレジストリを用いてですね、CVT のサブタイプと COVID-19 感染後の院内死亡との関連を評価することを目的としています。方法ですけれども、先ほど言った2つのレジストリですね、これすべてヨーロッパになりますけれども、そのデータを使用しております。で除外基準は、外来でも治療を受けた患者、この方法としてはもう入院患者のみを見ております。で、18歳未満の子どもは除外ということになっております。でメイン、アナライズというところで、さまざまな種類のですね、心疾患の気温と院内死亡率の関連を、パーソンの解析を用いて、評価しております。でセカンド、2つ目の目的は心臓のサブタイプ前の死亡率の関連を評価するということになっています。でサブタイプに関しては、不整脈と、いわゆる冠動脈疾患と心肌梗塞、心不全で弁膜症というのが挙げられておりました。で早速結果になりますけれども、すいません、計ですね16,000人ほどの N で調べられております。で、すいません、ちょっと待ってくださいね。バックグラウンドになりますが、50% 以上が65歳以上で、75歳以上の高齢者が4分の1弱を占めていたと。で、ヨーロッパということを反映して85% が白人、男性は 60%。で、約3分の1にですね、心不全の、心疾患の合併がありました。その内訳は不整脈が 15%、冠動脈疾患が 15%、心不全の既往は 8% でありました。他の DM は、合併リスクとしては DM は 25%、CKD は 15% でありました。不整脈っていうのは何か定義とかありそうですか？これはですね、不整脈っていうのは、心房細動、心室性の不整脈、伝導障害すべてをインクル含めております。あ、はい、分かりました。で、その患者たちのですね、発症から入院までの平均期間は6日間で、ここに症状が書かれているんですけれども、ピーチはついているんですが、そんなにこう一般的な症状で、高齢になればなるほど倦怠感が強くなったり、ただ呼吸困難の自覚は少なかったとか、そういうことが、分かっております。で、この心血管の合併とですね、重複症状のうちですね、最も頻度が高かったのは、共通というもので 9%。で、心不全の一般的なですね、膝呼吸だとか、浮腫っていうのは、この COVID で入院した患者では 5% 未満、本当数パーセントしか認められなかったということです。でこれが結果になりますけれども、COVID 罹患患者で院内死亡率と入院後心不全の合併症は、こう見ていて、1% と、本当に稀であったというのが分かっております。でこっちが心疾患の起用な心疾患の起用ありですけれども、心疾患の起用があると、やはり、心血管系のイベントですね、心筋梗塞、心筋炎、心不全含めて、やはり、軽度少し多い傾向にありますが、一方で、この静脈系の血栓症の場合はですね、心血管疾患を持ってない群の方が少ない傾向にありました。でこれはディスカッションにも述べられたりしてたんですけれども、やはり不整脈が 15% とか、あって、抗凝固療法がされていたんじゃないかということがこの要因として考えられたそうです。で、ICU に入った人たちの中央、入院期間の中央値は9日間、4分の1が ICU に入ってまして、その平均期間は12時間でありました。で、院内死亡は 20% で起こっていて、心血管疾患の既往ありというのが、なしの人は 16%、で、心血管機能のある方はやっぱり 30% 弱が死亡していたということですが、ここに有意差はなかったということです。で、一番やはり死亡と相関していたのは、高齢、ですね、年齢が強く相関していた、ました。
で、これ、まあ、COVID で入院すると 20% 全体で死んじゃうんですか？このコホートだと 20%、はい、死んでいたと。かなり死んじゃいますね。はい、わかりました。1%未満は一番これは左のと心不全の合併ですころね。ですよね。はい。まあ、1%未満だけど1.2ってことですよね、これ。1.2ですね。はい。あ、すいません。そうで申しすね。訳ない。はい、わかりました。で、その、まあ、肺塞栓というものがやはり一番多かったっていうのは、これはもう従来通りでですね、もちろん死亡と救命入院した、はい、顕著であったということが挙げられます。これちょっと、あれですね。で、まあ、主要回数の結果になりますけれども、まあ、一番下の大変なところを見てほしいですが、実はですね、このエニー構図と、要するに既存の心疾患合併を全て含めると、院内死亡との統計的な有意な関連性はありませんでしたが、まあ、サブグループで見てみると、心不全ですね。で、関連性があって、まあ、それが引っ張っているのは重症心不全。まあ、2波、3波のような重症心不全の患者で、院内死亡と COVID 罹患後の、関連性がありました。これエニーでもまたいでなくないか？エニーはまたいでないんです。ですだから、から、関連性なかった。まあ、その心疾患の CVD の寄与があるということと、院内死亡率は、まあ、統計的には、まあ、関連性がほとんどないというふうに書かれていましたし、一応またいではいるんですけど、ピーチはついてませんでした。ちょっとわかんないです。で、これまあ年齢で区切ってみると、一応65歳で区切るとですね、サブタイプでやはり心不全というのと、あと、まあ、冠動脈疾患が関連があるということがわかりますが、やっぱり一番強いのは、まあ、心不中症の心不全を持っていると、年齢に関わらず、COVID 罹患後の院内死亡のリスクになるというサブタイプがわかりました。ディスカッションです、なりますけれども、まあ、重篤な心臓合併症は COVID 罹患患者の入院中に稀に診断されると。本研究では2%未満だった。ベースラインで基地の心臓病患者でより頻繁に認められます。で、CVD の寄与と院内死亡率の関連は心臓病のサブタイプによって異なります。まあ、これこそが、筆者らが言いたかったことだと思います。で、その中で心不全が院内死亡率と最も強く関連しておりました。で、このインフレ、季節性インフルエンザと比較したコホートというのも報告されてるんですけど、その残念ながらそこに心不全の言及はなかったということですが、この MI と心房細動に関しては、実は、COVID 罹患患者よりもインフルエンザに罹患した患者の方が若干多いということも報告されております。だから COVID にかかるから、特別に心血管疾患が悪くなるとか、そういったことは、まあ、言えないんじゃないかなというふうに示唆されております。で、まあ、あと重要なことはですね、まあ、心不全以外の種類の心臓病は、まあ、年齢、性別、BMI、糖尿病、高血圧、CKD、まあ、COPD を調整しても、まあ、院の死亡率の関連はしていませんでしたと。で、このことからですね、まあ、年齢や性別の他の人口統計から要因との関連で見た場合、心臓病のすべての患者をリスクのあるグループとして定義する必要があるかどうかは疑問視されると。やはりそのサブタイプで見ていくべきなんじゃないかということを述べていました。もう一度の結論になりますけれども、まあ、COVID-19 入院患者の死亡リスクを上げる心血管疾患は心不全だけであるというのが、このペーパーの結論になります。で、少し追加なんですけれども、まあ、これは入院後の院内死亡率を見ておりますが、まあ、最近分かってきているのは、やはり、まあ、COVID に感染するということが長期的に心血管のアウトカムに影響を与えるということも報告されております。これはネイチャーメイスに今年に載ってたものですが、まあ、アメリカのデータですね。まあ、COVID 罹患患者と、罹患してない患者を比べて、やはり、COVID 罹患後っていうのは、すべてのその心血管イベントのリスクが上がっているということが報告されております。
これは COVID の重症別に見ても、やはりはその ICU とか、まあ、入院するとか ICU にする子たちはより重症化するんですが、まあ、そういった病院に、自宅で見た人もですね、まあ、軽症で済んだ人でも、一般の人に比べると、まあ、喧嘩疾患のリスクが、まあ、これ1年の観察になりますが、その後発症するリスクがあるということは、我々は忘れてはいけないと思います。以上です。はい、ありがとうございました。ちょっと今のやつはもう1年以内ということですね。そうですね、これは、すみません、最後のは1年以内でした。はい、まあ、その後はちょっと分からないし、分からないですよね。はい、なんていうか元の状態に元の発症頻度というかに戻ってくるとかそういうデータはまだなさそうですかね。そうですね、そういうデータはまだ ないと思います。分かりました。目的をもう一回ちょっと見せてもらっていいですかね。そうですね、まあ、このサブタイプ、心疾患のそのサブタイプで、まあ、関連が分かれるんじゃないかと。ですから、まあ、その心疾患合併があるから全員重症化するんだよというふうに、まあ、思わないでいいんじゃないかというのを検討したのが、まあ、今回の目的だと思います。わかりました。ちょっと、こんがらがっているのは、おそらく COVID から CVD になる人がいるのと、もともと CVD の既往がある人が、COVID になると。そのどっちも多分悪いですよね。そうですね、まあ、今回やってるのは、その CVD の既往がある人が全部悪くなるわけじゃないということですね。ですから、COVID にかかった後の CVD イベントの発症というのを見てるわけではないと思います。もともと既往であって、それがどう死亡率と死亡と関連してくるかと。で、それを、その心疾患の既往の、まあ、心不全だとか、虚血だとか不整脈で見てみると、まあ、心不全だけがその死亡率、心不全の既往というものが死亡率と関連したよということになります。ああ、そうですか。ですね、ちょっと結果のところで、さっきの、じゃあ、心不全は 1.2% 未満、まあ、1% 未満って書かれてたんですけど、ってことはこれはですね、新規の発症を見てます。入院中の。いや、そうなんですよね。これ、新規の発症ってことになってしまうと、COVID 後の心疾患ですよね。そう、これは COVID 後の心疾患です。でも今回の目的は、COVID 患者の既往を見てたってことなんですよね。はい。既往を見てたということです。じゃあメインのリザルトは、既往がどうかっていうことになります、ね、あ、そうです、そうです。はい、既往、既存の CV です。既往です。既往がじゃあ、なるほど、なるほど。既往自体はじゃあ何パーセントぐらいだったんですか、心不全は。既往は 8% ぐらいですね。8%。で、その既往がまあ、あるなしで、まあ、その新規の心不全の発症に関して言うと、まあ、もちろん既往がある方が多いですけれども、まあ、そんなにこう、多くはなかったですね。COVID 後に心不全が、新規でデノモが発症するっていうのは、やはり 2% 未満で大きくなかったっていうのが、ここの意味することで。で、まあ、主目的はその心疾患の既往のサブタイプが、どのように、COVID の院内死亡と関連しているかっていうのを見ることです。ああ、なるほど。まあ、つまり、他の MI とかの既往があっても、あんまり、関係がないけれども、心不全の既往というのはやっぱり一番のリスクファクターになると。そうですね。まあ、特に、まあ、ここで、しっかりまたいでるのは重症心不全なので、うん、まあ、2波3用の重症心不全の人は、まあ、院内死亡と関連していたということが、大規模報道から分かりましたというのは結論です。はい、新規に心不全発症したこと自体はどうですか、リスクになりますか。これはですね、ちょっと見てませんでしたけど、そもそも心不全やはり少ないっていうのが大まかなこれまでの報告なので、うん、そこに関しての言及はちょっとデータは見られてません。そうですね、今回は 1% 未満、1% ぐらいっていうことですもんね。はい、ちなみにこれは観察期間的には
今の株ですか、株の違いとか。これはですね、株はデルタまでですね、去年の、9月までなので、ちょっとオミクロンは見てないです、ね。わからないということと、あとはアジア人は入ってるんですかね。アジア人はほぼ入ってないです。アジアは、まあ、6% ぐらいです。6% で。わかりました。はい、ですね、まあ、コロナに関して、まあ、論文作成もされているということで、まあ、塩橋先生、今日先にコメントいかがでしょうか。ありがとうございます。なんで知ってるんですか。まあいいんですけど、ありがとうございました。院内死亡率に結構差があったんですけど、あれって差つかないんですか、重篤の心疾患の起用って。なんか、つかなかったみたいです。なんか、30% 以上落ちたんですよね。リアクションは。結構 15% 違うんですけど、なんか、統計的な差はなかったと書かれております。これで差はないんですね。なんか、僕が調べてたのだと、やっぱり、心疾患の起用って、まあ、漠然とした定義しかないんですけど、今回の心疾患の起用っていう定義は何ですか？ですから、その心不全、冠動脈疾患、不整脈、弁膜症、そういったところになります。そうなんですね。重篤な心疾患っていうのはどういう定義ですか？2波が3、4っていう。心不全っていう意味ですね。心不全という、はい。そうなんですね。CVD っていうのは、V が入ってるけど、心臓の話しかないんですね。心臓の話です。そういう起用は入ってないです。入ってないです。それで見ると、院内死亡に差がない。なんか今までとなんで矛盾してるかってディスカッションあるんですか、これって。そこのディスカッションは強くは書かれてませんでしたけど、そうですね。そこは書かれてなかったですね。すいません。それには書かれてなくて、その今までもそのサブタイプであんまり見てないっていうのが、まあ、モチベーションだと。でサブタイプで見ると、まあ、心不全だけだったということが言いたかっただと思います。なるほど。いや、これ面白いですよね。その今まで、そのデルタまでの間って、死亡率がすごい高くったと思うんですけど、で、今回も死亡率は一緒で、だけど、死亡の原因は、今回の話からすると多分、この論文だとほとんどが COVID 感染の、肺障害の死亡ですよね。そうですね。はい。でも今まで心疾患を起用している人が多い死亡っていうのは、その COVID 感染の肺障害だけじゃなくて、心疾患の発生もあるから、死亡率は高かったっていうのは多分今までの定義だったと思うんですけど、なるほど、うん、今回の死亡率はもう、心疾患ほとんど関係ないんですよね、だからね。ほとんど関係ないんですよね。本当に少なくて、まあ、心筋炎、心筋梗塞、心不全、不整脈を含めて、まあ、少な、そもそもが少なかったっていうデータになってます。いや、どう、ちょっとディスカッションが難しいですね。どういうふうに解釈すればいいのか、今までもそれが真実として出てたわけで、今回のが、これが正しいっていうふうにするにはどうしたら解釈していけばいいかなって、ちょっと悩んでたんですけど、やっぱりまた今後こういうのは集めていかなきゃ分かんないですね、そしたら。ただ、その、COVID 罹患した後に、心不全が発症したから重症化したっていうのとか、心筋梗塞になったから死亡したっていうことを、まあ、見てるわけではないので、まあ、起用として、まあ、心不全だけがやっぱりリスクになるのかなと。で、このジャックの報告だと、心不全の起用がある人が COVID になると4分の1が死んでるっていうですね、まあ、恐ろしい、まあ、データもあったんで、やはりその起用としては、まあ、心不全がある人はやはり我々もタッチしながら見ていく必要があるんじゃないかなと思いました。ここと、いや、その心不全があると COVID になると死ぬっていうのは、心不全が悪くなってるのか、心不全があると COVID に罹患すると COVID が重症化するのかっていうのはどっちかってご存知ですか？いや、それはですね、わからないっていうふうに、なってました。今まではそうですよね。わかんなかったけど、はい、でも今回の結果からすると、はい、心不全があって、院内死亡率が 20% に上ってしまうのは、心疾患が悪くさせてるわけじゃない、増悪してるわけじゃないっていうことですよね、今回の結果から言えると。まあ、そうなりますね。いや、それは面白かったですね、この論文。いや、知らなかった知識だったので。
ありがとうございます。そうですね、今の小橋先生のが結構鋭いかなと思ったんですけど、心疾患の気温ある人の中で心不全増悪したっていう人はデータないんですかね。それは、はい、ちょっと調べられてません。はい、ただ、今回にはないですね。30% 心不全の気温がある人の全体の中で 1% しか心不全増悪してないってことですね。ほとんどの人はそういうことやってます。はい、はい。どっちかというと、コロナが重症化したっていう方が考えやすい。ということだと思います。はい。わかりました。十条先生、いかがでしょうか。ごめんなさい。この 1% は デノボの心不全ということではないんですかね。いや、1% はデノボの心不全です。新規に心不全が悪くなったっていうことだって書かれてました。ちょっとデノボって書かれちゃってたんですけど。あ、じゃあ分かんないですね。したら、分かんないですかね。どうぞ、ジョジョ先生。これは、心臓、心疾患のところのに、インタラクションはついてるんですか、これ。まあ、心不全だけがっていうふうになってますけど、これってインタラクションついてるんですか？あ、これじゃないの。これはですね。なかなか、これじゃない。説ないんですよね。であれば、まあ、これ、まあ、何人いるんでしたっけ？ 16,000、6,000人ぐらいです。はい、うん、まあ、その中ででも、心疾患を持ってる人は、まあ、そんなに多くないっていうところで、で、その間にインタラクションが計算してないとすれば、心不全だけケアすればいいっていうふうに、どうやって言ったのかなっていうのは少し、ただのパワー不足じゃないかなっていう感じがしちゃうんですけどね。なるほど。そこは、明確にご返事できる。すいません。あとだから、まあさっきからまあちょっと話題に上ってますけど、まあどうやってその死んじゃうのかっていうか、結局、まあ、じゃあ、心不全が少し、このハザードリスクが高い、ハザードが高いとすればですね、やっぱり肺うっ血があって、まあ、肺炎が重症化 しやすいのか、っていうことなんですかね。ちょっと、ここ のペーパーにはそこらまでは全然研究がなかったんで、ね、うん、まあ、本当の、コホートですよね、多施設の。心不全が一番のすごく関わり合ってるっていうのは、なんて考察されてるんでしたっけ。そこの考察もなくてですね。でも言いたいことはそこなんじゃない。言いたいことはそこだったんですよね。なのに考察はあんまりしてないのか。そうですね、その心筋が少なかったとか、そうですね、あんまりなかったですね。その心不全がどうファーズがこう影響を与えるとかもあんまり変えてなくて、ね、そうなるとあんまり我々はこのデータを真に受けるべきではないかなというふうには思っちゃいますよね。メカニズムもよくわからないし、まあ、統計学的にも本当にその心不全だけが優位なのかどうかちょっと、まあ、現段階ではわからないので、まあ、特には意識することなく、やっぱり、まあ、柴田先生まとめたようにですね、心血管リスクの高い人っていうのは圧倒的にやっぱり血栓症の発生が多くって、一回血栓症発生しちゃうとやっぱり院内脂肪が非常に高いっていうことが分かったので、やっぱりまあ心不全だけじゃないかなっていうふうなことは思ってますけどね。以上です。ありがとうございます。ここのあれだとですね、その静脈血栓に関しては、うん、その心疾患気をない人の方が、まあ、多そうなんですよね。もうよくわかんないけどね。だって静脈打ったりするわけでしょ。それの考察に関しては、その心疾患があるんで、まあ、抗血栓薬を内服している患者が多いんじゃないかっていう、で、今後それは検討していくって書かれてました。でもそれは調べればすぐわかることのような気がしますけどね。検討じゃなくてね。まあ、そういうスタディが走ってるみたいですね。ああ、それもそうだけど、いや、このデータでも飲んでるか飲んでないか内服薬わかんないんですかね。それで見てないんですよね。ちょっとなんかよくは何がしたかったのかわからないスタディかなと思いました。不整脈の有無では軍艦さんあるんですか？不整脈はちょっとそんなこう、サプリメントの方にはあったと思うんですけど、ちょっとすみません、記憶がないですが、そんなになかったはずです。はい、ベースラインなかったでしたっけ？ベースラインはあります。はい、あそこに軍艦さん何あるんですか？これはですね、その
レジストリーごとでしか見てなくてですね、レジストリーの中での分化差はあったようですけど、そこの全体的にこう比べたっていうのは、ちょっと見つけられてないです。あ、左の方にはないということですね。はい、わかりました。なんかでも、アリスミア、でも年齢しかこれ分けてないから、なんとも言えないですね。CBD ありなしではどうか分かんないということですね。はい。はい、わかりました。フロアの方からいかがでしょうか。大丈夫ですかね。山本先生、何かありますか。ありがとうございます。ちょっと今回の論文の内容ではないんですけど、心筋心膜炎がなんか当初、冒険研究で僕が見たのは半数ぐらいいるっていうのを見たことあったんですけど、今の常識だともうほとんどいないっていうことなんですか。なんか僕が読んだのだと、なんかその心筋障害が半年後まで結構 BNP の上昇だったり、あるいは LG で残ってるから、なんか1年後のイベントになんか寄与するんじゃないかっていうような論文を読んだことがあったんですけど、今の常識だともうほとんど心筋はいないっていうことでよかったでしょうか。さっきそこはもうコントラバーシャルと言ったんですけど、当初はですね、先生がこう今言ったようなデータとか結構出てて、まあ 60% ぐらい T2 がやっぱりまだノーベルト残ってるとか、そういう MRI の報告もあって、それがその後のリスクになるんじゃないかって言われてたんですけど、昨年その、冒険のレビューがあって227件ぐらいのやつがあると、もう心筋炎は、まあ、0.3% ぐらいしかなく、3% ぐらいしかなかったよってことで、本当にそんなに報告されているように心筋炎があるのかっていうのは、まあ、今は疑問視されているところのようです。ありがとうございます。そのトロポニンとかの BNPH とかなんですけど、トロポニンの上昇はやはり低酸素によるものも見てるんじゃないかっていうのも、まあ、今は言われてるみたいですね。はい、わかりました。ちなみにこれワクチンは打ってるんですかね。それ書かれてなかったんですよ。それもわからないです、ね。はい。わかりました。まあ、世界の、まあ、アジアを含めかなりの施設の、まあ、疫学的なデータという形ですかね。はい。はい。そろそろお時間ですが、まあ、島崎先生、何か印象に残ったコメント、質問ありますでしょうか。いや、まあ、柴先生もそうですし、まあ、もうちょっと統計学的に、まあ、こう疫学はしっかり皆さん示さないといけないなというところで、まあ、十条先生のコメントですかね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日は、西新井、ハートセンターではなくて、改めまして、ハレセントラルですかね、の、島崎センター先生より、COVID-19 と、心疾患との関係性ということですが、まあ、特に心不全の既往があるというのが、まあ、予後の、まあ、悪化につながる可能性があるということで、多施設の研究を示していただきました。まあ、解釈にはまだ、少しいろいろ検討が必要かと思いますが、まあ、そのあたりも気をつけて、今日も皆様、コロナに気をつけていってらっしゃい。